ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？はい、今日はズリン OS ライトをインストールしてみようと思っています。ズリン OS ライトですか？ズリン OS ライトは、その名の通り、ズリン OS のライトエディションで、軽く快適に動作するように作られているようです。また、2029年の6月までサポートされるということなので、今からインストールというのもありかなと思っています。さて、それでは始めていきたいと思います。ゾリン OS ライトで検索してページを開きます。下にスクロールしてダウンロードのゾリン OS 17.1 ライトをダウンロードするをクリックします。ダウンロードが始まったようです。ダウンロードが終わるまで20分くらいかかるようですね。途中をカットしてダウンロードが終わりました。次に行きます。ここからはルーファスをダウンロードしていきます。検索してルーファスのページを開きます。下にスクロールしていきます。ダウンロードの一番上のルーファス 4.5 イグゼをクリックします。ダウンロードが始まりました。ファイルが小さいのですぐに終わったようですね。ダウンロード履歴のルーファス 4.5 イグゼを開きます。ルーファスが起動しました。まず、インストール用にする USB メモリーを挿しておきます。ブートの種類の選択をクリックして、ダウンロードにあるゾリン OS ライトの ISO ファイルを選択し、開くをクリックします。あとはそのままでスタートをクリックします。これは ISO イメージモードで OK をクリックします。USB のデータは消去されるという警告です。良ければ OK をクリックします。書き込み処理が始まったようですね。時間がかかるので途中はカットします。もう少しで終わりそうですね。終わりました。閉じるをクリックします。ここからはインストールするパソコン側の準備をしていきます。起動時に F1 キーを連打して BIOS を起動します。BIOS の起動方法はパソコンによって異なります。右に移動してスタートアップのページでプライマリーブートシークエンスをクリックします。SATA1 が一番上になっていますね。USB HDD を一番上に移動させます。F10 キーを押して設定を保存、終了でします。これは Yes で Enter キーを押して完了です。USB から起動しました。一番上でインストールを開始します。インストールが始まったようです。10倍速で再生ですね。随分と早いですね。言語の選択画面ですね。左のリストの下に移動して、日本語を選択します。
キーボードレイアウトの選択画面です。どちらもジャパニーズになっているので、このまま続けるをクリックします。これはこのままで続けるをクリックします。Windows とは別にインストールしたいので、上側を選択してインストールをクリックします。書き込みの確認です。続けるをクリックします。住んでいる地域の確認です。日本が選ばれているので、このまま続けるをクリックします。名前とパスワードの入力画面です。名前を入力します。ユーザー名欄には同じものが入力されます。パスワードを入力します。続けて確認欄にもう一度入力します。自動的にログインするにチェックを入れて、続けるをクリックします。インストールが始まったようです。インストールが終わりました。今すぐ再起動するをクリックします。再起動しています。起動したようですね。まず、日本語入力を試してみたいと思います。メニューからアクセサリーをクリックします。メニューを下に移動して、テキストエディターをクリックして起動します。起動しました。わかりにくいので、ウィンドウを中央に移動します。とりあえず何か入力してみます。漢字キーを押してみても、このままでは日本語入力はできないようですね。右下の入力切り替えで、日本語入力もずくをクリックしてみます。漢字キーを押すと、文字入力がアになりました。これで入力ができそうですね。日本語と入力してみます。漢字に変換されましたね。続けて入力と入力します。大丈夫ですね。漢字に変換されました。日本語入力もできるようです。テキストエディターを閉じます。保存せずに閉じるをクリックします。ゾリン OS ライトでは Windows のアプリを動かすことができるということなので試してみたいと思います。Firefox を起動して検索して CPUZ をダウンロードしてみます。CPUZ ダウンロードというページがありました。クリックして開きます。無料ダウンロードをクリックします。こちらの無料ダウンロードをクリックしてみます。ダウンロードが始まったようです。終わったようですね。ダウンロードフォルダを開きます。
ダウンロードした CPU-Z のファイルを開きます。Windows APP サポートをインストールしますかということです。インストールしますをクリックします。ダウンロードが終わりました。インストールをクリックします。パスワードを入力して認証するをクリックします。インストールが始まったようなのですが、いつまで経ってもこの画面のままです。仕方がないので閉じることにします。Windows APP サポートがインストールされているのかよくわからないですが、CPU-Z を起動してみることにします。注意を促すメッセージが出ましたが、とにかく実行をクリックしてみます。Windows APP サポートがインストールされていないのか、このアプリに対応していないのかがわかりませんが、起動しないですね。後日別のアプリをダウンロードして試してみたら起動しました。Windows APP サポートはインストールされていたようですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。